こんにちは、秋葉人です。いよいよやってまいりました、大阪府庁でございます。で、この僕の反対側が大阪城、大阪城がね、あって、お堀がね、ちょうど後ろ側にあるんですけど、僕ね、大阪城公園は来たことあるんですけど、まさかその前にね、府庁があると知らなくて、初めて、あ、ここにあるんだというのを、気がつきました。ということでですね、ここでいよいよ次の行き先を決めるくじをしてみたいと思うんですが、今日、まあ、やっぱり大阪暑いですからね、たくさんの方々にお越しいただけたと思います。ではお呼びしてみたいと思います。では皆さん、どうぞ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 。はい、ピッピ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 。やっぱほら、まあ、もっとこっちが、シローさん、あ、いいですねいいですね、タオルタオル、これはこれタオルですよ、僕のね、あの、ぜひリアトの時に、ぜひぜひ買ってはい、ということで、たくさんの方々にですね、お越しいただきました。いや、もっともっとこっちの方へどうぞどうぞどうぞ、シローさんどうぞどうぞどうぞ、アジサイさんもマサさんもほら、まあ、もっともっともう、せっかくそんな僕の宣伝してるんだから、はい、こっちこっちこっち、はい、もっとやってくださいね、もっと、はい、ではですね、たくさんの方々に、お越しいただいたところで、美女美女美女ここ、それでは、恒例のですね、次の行き先を決める9時の前にじゃんけんをしてみたいと思います。よろしいですか、じゃんけん、ね、あの、手だけの人は手出してくださいね。もっともっとこっち寄ってよ、うん、入ったかな、入ったかな、で、どうぞどうぞ、もっちもっちもっち、はいはいはい、そう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 、その辺で多分入る。さあ、できますよ、僕に。じゃあまずはサラさん、サラさん、サラさん、そのまま 手だけピュッとピュッと、そう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 、いきます、いきますよ、僕に勝った方ですよ。最初はグー、じゃんけんポン、はい、勝った方、勝った方、おおお、ブンブン丸さんと、いきますよ、はい、あ、じゃあ4人だから、じゃあじゃんけんしましょうか、はい、はい、いきますよ、最初はグー、じゃんけんポンなんで全員直っていう、はい、いきますよ、最初はグー、じゃんけんポン、お、マサさんが負けた、はい、ブンブン丸さんと藤井さんとアジサイさん、いきます、もうちょっと手だぶっと出してもらっていいですか、あ、そうそう、そうですね、はい、いきます、最初はグー、じゃんけんポン、おー、きた、ブンブン丸さんとアジサイさんの対決でございます。ではいきます、最初はグー、あ、ごめんなさい、フライングしてるの、なんでフライングしてるの、いきますよ、最初はグー、じゃんけんポン、おー、地元アジサイさん、やりました、今日はですね、足つぼマッサージを、してらしてですね、僕前回大阪入った時にですね、足つぼやらせていただきました。うわーうわーっていうのをやらせていただきましたで、今日わざわざね、府庁の方にもお越しいただきました。それではですね、私の次どこへ行かせたいですか。次奈良。奈良実はですね、僕今回仕事の関係で一旦東京に帰るんですね。で、東京帰ってまた出てくるなきゃいけないので、奈良だと行くんだったら隣なんですけどえらい近いんですけど、またねこっち方面来なきゃいけないということで、奈良、奈良ご希望ということで、ではよろしくお願いします。じゃん、どちら、あら、おお、どこ、おお、でれん、神奈川、あー、東京から近い、ありがとうございますなんか、なんかみんながおい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 っていう感じになるんですけど、神奈川県ですね、あ、どうぞこちら綺麗に、はい、おひるちゃん、はい、ということで次回の行き先はですね、神奈川です。東京だとお隣ですね、もうあっという間に行ける距離ですよ、なおさら帰りがけによってやろうかってぐらいのところなんで、そちらへ行ってみたいと思います。なので、神奈川の皆さん、ぜひぜひリアトスお待ちしておりますので、府庁前からお送りいたしました。ではまた。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、動画 OK でございます。やった、神奈川です。神奈川。いやいや、面白い。いやー、引いていただきました。今回、見事じゃんけんに勝ち、次の行き先を決めてくださったアジサイさんなんですが、
実は大阪で足つぼマッサージのお店を営んでおり、大阪入りをしてからちょっと疲れを取りに足つぼマッサージに行ってきました。お店は重曹フレンドリー商店街の中にあり、地元の方々に愛され12年目を迎えているお店。それではいよいよ足つぼマッサージを初体験してみましょう。ベーコンポテトパイ、サンマルコでしょの前、あ、ここか、ここか、あ、ここだ、ここだ、ここだ、これでしょ。ピントシアン、12年目に突入。いや、もう12年やってんだ、すげえな。よっしゃ、じゃあ潜入。あ、こんにちは。すいません、お邪魔します。あ、すいません、お邪魔します。はい、ありがとうございます。はいはい、靴脱いで、スリッパ、あ、スリッパ、はい、すいません。いや、ちょっと初めてなもんでちょっと緊張しますけど。足つぼ自体が初めてです。初めてです、はい、で今回、ご紹介くださった、アジサイさん、アジサイです。いつもいつもコメントありがとうございます、なんか足つぼ体験ができるぞってことで、ちゃっかり、ちゃっかり来ちゃいました、はい、頑張ります。いやいやいや、で どっちでどこでやりますか。よかったらね、おズボンしますんで、はい、それにちょっと履き替えていただきます、はい、はい、なんか刺されてるみたいな、なんかそんな。マッサージ撲滅運動さん、揉み始めとき経験があるかないかがわかるからね。あ、汗がすげえ。さっきのその指のあたりで、すげえ汗が。目にね。目、うん、あ、目は疲れてるかもしれないですね。うでも誰に疲れ。痛い人はもう始めたその状態でもかなり痛がっちゃう。そうだから、ヘタイさんはもっと撫でてる状態。あ、もっと撫でてる状態、うん、でもダメな人はダメ。あ、痛だな、痛だ、そうそうそう。だからもう、別にそこはね、別に痛がらすためにやってるんじゃないんで、もうそこは軽くやって、徐々に徐々に柔らかくして、はい。だから今回ね、もうやっぱりちょっと急激にやっちゃうと今度、つるのが心配なんで、あ、うん、釣っちゃうとこの車運転できない。あ、そうですよね。そうですよね。車運転できないの、ちょっと。アジサイさんのキャンプの魅力って何ですか。キャンプの魅力、なんですかね。なんか、こう、徐々に徐々にハマっていった。ハマらせられていったみたいな。もう長いんですか、やり始めてから。やり始めて、6、7年ぐらいちゃいますかね。んで、やっぱりきっかけ何だったんですか。きっかけ、でもね、きっかけなんかね、うん、あの淡路島の、はいはいはい、とこにあの土地の方があるんですね、はい、でそこで最初ちょっとずつ、はい、こう鳴らされて、うん、で知らない間になんかどっぷりいっちゃってました、ね、へえ、うん、ずっと奥さんと、そうずっと子供らと、子供らと、でももうちょっとして子供が離れたら2人でいろいろ行きたいな。だから平日やっぱり、はいはいはい、平日は空いてますもんね、うん、平日しか休めないんで。あ、そうか、土日忙しくなっちゃうんだ。だからどうしてもその平日やったら自分ら2人だけでどっかちょっと行けたらな。あ、キャンプ行ってる時、行く時って晴れ確率多いですか。いや、じゃないです。だからね、最初なんか安いワンタッチテントがあったんですよ、はい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 、のっけから台風で、だから途中でスポーツデポ寄って、ほんであのコールマンのテントを買い直しました。ああ、ワンタッチじゃなくて。そうそうそう、あんまり怖いんで、これ着いたら晴れてるんですよ。買ってきたよ。初めて足つぼマッサージを体験してみた率直な感想としては、気持ちよかったです。よくテレビとかで見る
足つぼマッサージのイメージは悶絶。とにかくのたうち回る感じじゃないですか。あれはやはりテレビ的なんですね。おい、その土踏まずいたか。どこでした？いいでしたっけ、そこ。いいで、その今その横の十二指腸のとこちょっと触って。ああ、内臓系ですか。そうです。内臓系。ここが、かの。ティッポ。大事なとこですよね。ああ、そこ痛いっすね。だから役立たずなんだ。そこ一番痛いってことはやっぱりやってないからってこと。しかし放送的にはやっぱ悶絶ということで、最後にきつーの一発。ごつごつの。あーい、ちょっとちょっと。あ、でもこれ耐えられる人いるんですか。いないと。あ、いないですか、やっぱり。いないですか。だから、で、リアクションを取ってもらうっていうのはいい。ああ、いや、まあ、マジで。うちらも、ロケとかで言われたら、最終的にああいうのを。でも、そう、足つぼの先生たちからすると、痛さをあんまり感じさせるのはダメってことですか。そうです。するぐらい、だお客さんが望んでたらやりますけど。望まない限りは別にそこまでする必要性もないです。ああ、びっくりした、今の一瞬電気走ったし、マジで。確かにこれをずっと続けられたら耐えられませんよね。ヘッドマッサージもしてもらい、気分も体もすっきり。近くにお寄りの際はぜひ訪れてみてくださいね。そして大阪ではたくさんの方々にお世話になり、本当に感謝しております。ありがとうございました。自分とはまだあれ関係なしに、やっぱこう固まってたりとか。佐藤隆明さん、ご就寝。そうね、頭はね寝そうになった、マジで寝る自信あったもん今。